皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのママです。今日はよろしくお願いします。今日はね、ちょっとだらっとした動画を作りたいなと思ってまして、冷蔵庫、冷凍庫に余っているものでなんか作れないかなと思ってます。さっきね見たら、とりあえずなんかガトーショコラとキッシュが作れそうだなって感じだったので、まあ、材料を持ってきて作りたいと思います。3時からママのコロナの予防接種行かないといけないので。そうなの？そうなんです。だからあと2時間しかないんですよね。多分大丈夫だと思うんですけど、やっていきたいと思います。レッツゴー、違う、レッツ、そうやって、レッツトライ。あやはやチャンネル。じゃあ材料持ってきましょう。どっちから行こう、ケーキから作る？いや、でもさ、あのさ、今さ、パイ生地を今外出したんだけど、これさ、溶けないと何もできないんだよ。ああ、じゃあケーキが。だからその間にちょっとケーキ作ろうかなと思います。おお。余り物で作るから、とりあえず材料持ってきます。とりあえず集めてきました。生クリーム、これママの在庫チョコレート、卵、バター、小麦粉、砂糖。あと、バターはね、100均のを使ってます。一緒にチョコレートを、溶かす。そうそう、バッキバッキに割って、で、バターと一緒にチンして溶かします。入れたいです。バキバキやってください。入れた。測らないといけないんだろうけど、ちょっとめんどくさいんで、それっぽく入れます。それっぽく。ガトーショコラはね、昔から作ったことが何回もあるんだけど、キッシュは今回初めての挑戦になります。おー、頑張れ。できました。これにラップして溶かします。なんか砂糖あるある、固まる。あー、これどうなんだろう、洗うのめんどくさいからこれでやってるけど、ちゃんとした泡立て器で混ぜた方がいいと思います。こんな感じです。これに他の材料混ぜていきます。砂糖を大さじ2、はい、小麦粉は大さじ3ですね。小麦粉、これもね、ふるった方がいいっていう人いるんですけど、ふるんのめんどくさいんで適当に入れちゃいます。もうね、ほんとお菓子業界の人、なんつ適当なやつなの思われてそうここまでできたら次は卵と、で今回牛乳の代わりにホイップクリーム入れます。殻入っててごめん。え、ダメ、殻困る。殻入ってません。はい、オッケー。これさ、牛乳の開けやすいんだけど、生クリームのって開けにくくない？わかるわかるわかる。なんかこの間チーズケーキ作った時もそうだったんだけど、開けにくっと思って。これでも一応ね、開けやすいね、加工はされてるらしいんだけどね、大変適当。じゃあ残り卵を混ぜます。卵はね、さすがにね、少しずつ入れます。なんでかというと、もう意識に多分いろいろ変わるしね、あの温度差があるので、冷たいのと温かいの、そう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 、ぬるいのかするの、なじませるために少しずつ混ぜます。これね、あの本当にね、メレンゲ立てた方が美味しいっていうのはあります。はい、じゃあオーブンも170度でセットできたので、肩に入れて、肩ね、100均のね、肩に入れて、30分焼きます。うわー、もうちっちゃくない？じゃあ焼きましょう。今ガトーショコラ焼いてるので、キッシュを作りたいと思います。イエーイ。こういうタルト台で作るのも初めてで、これは実は100均で買ってきました。ちゃんとね、底抜けるんだよ。イエーイ、しよう、ね、すごいね。で、まずこいつを伸ばして中入れます。なんかね、一回タルト生地だけで焼いた方が美味しいよっていう生地もあれば、別に焼かなくていいよっていうのがあって、これは焼くよね。これは一回焼かずにそのまんまで焼きます。こんな感じ。この残った生地は後で焼いて食べましょう。おお、やった。で、これで日頃の恨みとばかりに刺します。なんで？空気を通したの？均一に、なんだろう、均一に膨らませる玉だったかな。
焼き麺が。このまんま冷凍庫で冷やします。え、冷凍庫、冷凍庫、冷凍庫です。じゃあ行きます。次はエリンギと、エリンギもちょうど半分あったのでこれも入れちゃいましょう。え、これとあとベーコン。はい、どうぞ。はい、ベーコンもなんか短冊切りにするらしいです。こういうの短冊切りって言います。タケノコみたいやね。キノコだもんこれ。どれぐらいいるんだろう。これどうやって切るのが正しいんですかね。ピラミッド型になっとる。はい、オッケー。はい、でこれとあとほうれん草と、ほうれん草持ってるか、炒めます。冷蔵庫にほうれん草なかったのでこちら使います。あの冷凍ですね、はい、今ねお野菜がね高くなってきてて腐らせるの怖いのでちょっと冷凍も買ってたのがちょうどあったんでこれ使います。じゃあ炒めます。これ適当に入れます。ちょっと音ちっちゃかった。何ぐらいだろう。あやはやたち食べんでいっぱい入れたで。ひどい。ほんとできるの。まあでもきっと材料に書いてあったものを混ぜれば食べれるものはできるはず。じゃあしんなりしてきたのでこのまま粗熱を取ります。でさっき言ったようにマナー注射に行かないといけないので帰ってから何もしたくないんですよ、はい、なのでもう夕飯の準備も始めます。はい、OK。じゃあ次生地の方作りましょう。卵が3つ。これで混ぜればよかったよ。出すのが目のつたかったちょっとそれは分かった。なるべくね洗い物も少なくっていうのが心情なのね。さっきガトーショコラで使ったホイップクリームのあまりだいたい100ぐらい。え、これぐらいかな。もう完璧じゃない。完璧。何を持っての完璧か分かんないけどとりあえず混ざりました、うん、でこれにさっきやったものを入れて冷凍してあるタルト生地に入れて焼きます。まだオーブンがまだ10分間動いてるので今のうちに残りの夕飯作ります。でその髪型なんとかなの。それそれとんがりカニ切ろうよ。そろそろ、うん、切ろうよ。よいしょよいしょ。この時にあんまりね水分多い野菜とかは使わない方がいいみたいですね。あれみたい、茶碗蒸しの濃いやつとかカスタードクリームみたいなイメージだねこれね。何か作るの。寝た後寝ちゃくったんだ。その手は何ですか。その手はめちゃくっとったよ。何作るの。なんか作れたらなと思ったけど置いとる。じゃあめちゃくちゃしないで。え、入る。僕も心配になる。他人方何かに入れや。うん、足りませんね。あ、ガトーショコラ出来上がり。出来上がり、ギリギリやな。まあいっか。まあいいかな。まあいいね。はい、じゃあこれ焼きます。あ、ちちちちちちできました。こちらガトーショコラの方になります。これね、あの泡立ててないのでふんわりできてないんですけど、あと肩がでかかった。あのふんわりして食べたいときは泡立てすることをおすすめします。メレンゲね。はい、でこれさっきから映ってるんですけど、これほんとね違う使い方しようと思ったんだけど途中であやさんがコネコネしたからこの状態です。これね後で砂糖とかまぶして食べると甘くて美味しい。あのあれだよ、うなぎパイみたいな感じだ。あ、で今回の主役キッシュです。せーの、じゃん。どう、スレスレだったけどなんかいい感じじゃない。中身ちゃんと焼けてるのかなっていうちょっと不安があるけど、うん、一応焼けてるみたいですね。ということでできました。はい、でも美味しそうだよね。うん、きたね、はい、じゃああとそれおやつで食べて、イエイエイ、これは夜ご飯で、夜ご飯の準備もできたので、もうママ注射から帰ってきてからは何もしません。おー、やることないってことか。またなんかね、ズボラ飯作っていきたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。いきます。はい、お姉ちゃんのチャレンジ。かんちゃん
上手上手。何やっとんの何やっとんの何やっとんの。はい、お昼寝明けのあやさん、どうぞお食べください。いきます。いただきます。めっちゃ一口がでかいな。はや、お、かんちゃん来た。ねえ、これ何？うまっ。おいしい。ほんと？外身はちょっと硬くて中身がふわふわ。よかったです。あとは夜キッシュになります。楽しみにしておいてください。